どうもしゅんです。こんにちは。今回は日経スタイルさんとのコラボ企画なんですけども、サントリースピリッツ代表の神田さんに就活生が気になることであったりとかをお聞きできたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。神田さんって普段どういったお仕事をされてるんですか？普通のフロアに、はい、メンバーの皆さんと一緒にいまして、はい、最後こう商品で出していく時のマーケティング会議だったり、自分が今こう担当として携わることはね、今の立場になると少ないんですが、まあそういったことの意思決定を全部皆さんと一緒にやってるっていう、そういう感じですかね。どういう感じの1日のスケジュールなんですか？今実はですね、まあ毎日ではないですけど、週に大体2回から3回は、まあ基本は9時始業なんですけど、朝8時から海外との会議に参加していることも結構多いですね。月曜から金曜まで何時から何時は何をやってっていう、そういうルーティーンではないですね、うん、工場を回ったりとか、営業部門を回ったりとか、お得意先を回ったりとか、はい、場合によってはやっぱり海外出張を回ったりとか、本来であればそういうことも多いですね。今動画を見ている方、就活生が多いんですけども、新卒入社された時、若手時代はどういったお仕事をされてたのかなっていうところをお聞きしたいんですか？そうですね。じゃあ、あと失敗も聞きたいです。ああ、わかりました。はい。じゃあここまでどんな道歩んできたかというと、はい、営業からスタートしまして、はい、人事部に行きまして、はい、それからもう一度営業部門に戻って、で営業部門の支店長、まあ、その地区の責任者をやって、うん、はい、でマーケティング部門でウイスキーの、マーケティングの責任者をやって、はい、それからまた人事に行きまして、で人事部門でサントリーホールディングスの役員になって、うん、2年前からサントリースピリッツの社長をやらせていただいてまして、今が3年目という格好です。なのでまあほぼ全部やってるみたいな。いやいや、そんなことはないんですけど、うん、もっともっといろんなことをやってる人がたくさんいますけど、はい、サントリーの魅力は確かにいろんなことができるというか、うん、全然違う分野を経験させてもらえるっていうのは魅力の一つだと思いますね、うん、ちなみに今 Z 世代と言われる、はい、今の就活生とかって基本的にやっぱやりたいことがないとか行きたい企業ないっていう学生さんが結構多くて、実際まあ社会人になってもやりたいことが見つからないっていう人も多いと思うんですが、そういった就活生であったり学生はどうすればいいですかね？私もでもそうでした。別に最初からここでとか、うん、ここじゃないとっていうわけではなくて、うん、まあ、一つきっかけは部活だったり、まあ、学校の授業もそうですけど、はい、そういうのが終わった時にみんなでこうお酒を囲んでやると、うん、一気に仲が深まって、はい、みんながオープンになって、うん、昨日までのとの関係がもう一段深くなって、はい、お酒っていうよりお酒のその場がすごい好きだなと思って、うん、そういうことに携われればということでサントリーを志望したんですけど、はい、最初からそれもあったかというと、いろいろ漠然と考える中の一つでしたし、はい、そうやって就職活動を始めた時に先輩たちに会っていった時、うん、まあ、だんだん惹かれていったわけなんですけど、うんうんうん、多分皆さんも最初からどっかで決めるというよりは、はい、揺れながらだんだん固まっていくというか、はい、じゃないかなと思うので、うん、今はっきりしてないことは全然不思議じゃないというか、うん、何十年前の自分もそうだったなというふうに、うん、神田さん のキャリアとして若手の営業時代って結構、うん、サントリーさんの中でも、うん、いっぱい売っててすごい大活躍されてたっていう感じなんですか？いやー、そんなこともないと思いますけど後半の分は結構いい成果を出してたんじゃないかなと思います。5年半かな、はい、営業やってまして、はい、後半の頃は結構成果も出していましたし、うん、まあ、自信も満々になっていて、それで人事部に異動だったんですね。仕事の上では自信もあって異動になったんですけど、行ってみたらやっぱ180度仕事が違って、うん、営業と全然違うっていう、はい、全く違って僕自身がついていけなくて、まあ、そこがやっぱり一つそういう意味ではつまずきという話、うん、ちょっと天狗になってた鼻パカッとこう、うん、られたような感じで、仕事が自分できてないのが分かったし、はい、会社にも全然貢献していないなっていう
しばらくしてからこれダメだなと思って、はい、営業部門にもう一回戻してくださいっていう希望も出しました、うん、出しましたけど、その時まあ一つ転機だったと思うんですけど、はい、まあ先輩だったり上司がいやいやお前はそんなために人事に来てもらったんじゃないんだというふうに言っていただいて、うん、すぐにできると思って呼んだわけじゃなくて、うん、もっと長い目で見てやっぱ考えてるというか、営業現場をよく知ってて、はい、それが人事っていうかスタッフ部門で活かせると思ったから来てもらったんで、うん、そんな短期で考える必要はないよというふうに言ってもらって、まあ、なのでまあ使えない自分を初期視点で見ていただけたというか見捨てられなかったというか、うん、それが一つ転機だったかなというか、まあ、巡り巡って人事部門で担当役員になったわけなんで、まあ、まさかその頃、まあ、悩んでたというか、うん、つまずいていた自分がそうなるとはやっぱり夢にも思えなかったので、うん、まあ、人生って分かんないなというか、そうですね、はい、神田さんが入社された当時は、うん、同期とかで何名ぐらいいらっしゃったんですか？あ、多分合計で200名、はい、ぐらいはいたと思います。そうですよね、はい、その200名かつその同世代でいうと数千名とか いらっしゃる中で、なぜ今のご活躍ができたとご自身では思われますか？それは全然わかんないですまあ、一つだけ心がけてきたというか、うん、一生懸命っていう、まあね、はい、ありますけど、それが一ところに懸命にっていう書き方の一生懸命っていうのは大事にしていて、はい、いろんな仕事もしてきましたし、はい、担当も変わってきましたけど、はい、やっぱりその時のそのことを一ところ懸命に、はい、できる限りのことをやってきた、うんうんうん、まあ、その積み重ねっていうか、うん、その時々を楽しくっていうか、いや仕事ってそんな簡単ではないので辛いこともいっぱいありますけど、はい、ハードであればあるほどそれを成し遂げた時のやりがいって大きいので、うん、そうやって壁を越えながらというか一つ一つをやっぱやってきたことの積み重ねかなっていうふうに思います、うん、それを一つやり遂げると、うん、必ずもう少し大きな責任のある仕事が任せられて、うん、それをやっぱりやり遂げると、うん、こんなことやってみたいなと思ってたことにもチャレンジをさせてもらえて、うん、やらされたという意識を持たずにその時担当させてもらうことに一生懸命やるっていうか、うん、まあ、もう一つはよく言うのは仕事を愛せ、はい、仲間を愛せ、その土地を愛せっていうのを、まあ、自分自身も言ってるんですけど、うん、土地を愛せ、まあね、最初とか地方営業から始まったのもあるからかもしれませんけど、そういう思いで仕事を好きになるっていうか、うん、せっかくやってるんですから、うん、好きになって楽しくやることで、うん、結果にもつながっていくんじゃないかなっていうか、うん、まあ、その積み重ねだったんじゃないかなというふうに思います、うん。サントリーさんならではの魅力みたいなところをちょっと改めてお聞きしたいなと思ってます。まあ、一番この会社が大事にしている言葉がやっぱりやってみなはれっていう言葉でして、はい、本当に伸び伸びとチャレンジしたいことにチャレンジさせてくれる風土があるっていうか、うん、社風があることがこの会社の良さかなっていうふうに思います、うん、ただやってみなはれっていうのは逆に甘く取られても困るんですけど、はい、割と後ろがついていて、うん、やるからにはもうとことんやれよと、へこたれず諦めずしつこくということがついてくるんですが、うんうん、最後必ず自己責任に戻ってきますけど、うん、とはいえそうやってやろうと思うことにチャレンジさせてもらえるということを大切にする社風っていうのは、うん、一の良さなのかなという気がしますね、はい、神田さんが今就活生だったら入社したいなと思う会社さんとかってありますか？やっぱサントリーを選ぶかっていう気がしますね。もちろん魅力的な会社はたくさんあると思いますし、はい、あんまいろんな会社の方とのお付き合いもあって、うん、まあ、ただそうやって見渡してもやっぱりこの会社って面白いなっていうふうに思うので、うん、学生だったらもう一回受けてるかなっていう気がします。もう一回受けてますか？はい、はい、神田さんが考えるなんか一緒に働きたい人、こういう人みたいなところってどういう人ですか？はい、一つはやっぱグループ全体で、まあ、ダイバーシティっていうのはやっぱり本当に大切な言葉にしていて、うん、言葉だけじゃなくて、まあ、私自身もやっぱりそう思います。いろんな個性があった方が強い組織というか、うん、強い企業になっていくと思うので、うん、サントリーはこのタイプっていうことではなくて、うん、もういろんなタイプがいた方が絶対にいいと思いますし、まさにうちの会社はいろんなタイプの面白い人材がいるので、まあ、そ
それが強みかなというふうに思います。ずっと先輩たちから伝わっている言葉がありまして、はい、人材厳守論というんですけど、人材厳守、厳守論で、厳守っていうのは、まあ、我々もともとウイスキーを生業にした歴史があるので、はい、まあ、ウイスキーの厳守とかけているんですけど、うん、はい、ウイスキーの原酒っていうのは10年15年かけて熟成していくんですね、はい、人材っていうのは原酒と一緒なんだと、はい、1年2年例えば芽が出ないからといっても5年10年15年寝る間にどん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 良くなっていったり、うん、最初はこうと思ってもぐっと後から伸びていくようなものもあるから、それとやっぱり人材というのは一緒なんで、はい、サントリーという会社がそうやって人材を持ってるからしっかり長い目で見ろよと言われたという人材厳守論というのがあって、面白い。もう一つは同じような話をすると、ブレンドって言ってこういろんな原酒を最後ブレンドして山崎であったり白州であったり角瓶ってできるんですけど、うん、特にプレミアムって言われるお酒ほど少しですね個性の強いというか、はい、癖のある原酒を、うん、ちょっと足すと一気にこう広がるっていうか、はい、いいお酒になっていくことが多いですね、うん、これも今の人材と一緒で、なるほど、やっぱり少しちょっと癖のある人材、癖があったりとかやんちゃだったりとか、うん、そういう人が会社の中にいることで、うん、組織とか企業って強くなっていくので、うん、まあ、そういう意味でもやっぱりいろんなタイプがいた方がいいかなと思いますし、その個性を大事にするのがいいのかなっていうふうに、うん、ということで、サントリースピリッツさんおよびサントリーさんの採用情報であったりとか諸々の情報は下の概要欄にあるのでぜひ見ていただきたいと思ってます。日経スタイルさんの方でこの動画の内容が記事化もされているのでぜひ下の概要欄からチェックしていただけたらなと思ってます。まあ、あとこのレモンサワーすごい美味しいのでアルコールが苦手な方もぜひ試しに飲んでいただけたらなと思ってます。ということで、カノさん本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。